さあ、今野君、はい、この研究室では初めましてですね。初めましてです、ね、よろしくお願いします。柔らかにお願いします。では今回の研究テーマこちらです。はい、新助手今野あさみアナを研究してみよう。はい、テレビ東京アナウンサーブログのプロフィール欄には、はい、あなた特技がね、フットサル空手たくさん食べること。あー、その通りです。でさ、空手ってどういうこと？空手も昔やってたんですよ。昔っていつですか？小学校5、6年ですね。えいえい、前屈下段払い構えて、はい、ここをつけます。おう、でえい、おう、じゃあ気合の掛け声と一緒にちょっとやってみますか。はい、素晴らしい。最初のなんかあの豚バラ三段重みたいな最初言ったやつ何する？前屈下段払い構え、何？前屈下段払い構えてです。豚じゃないです。前屈下段払い構えて、前屈って下段を払う。あなた、我々の研究結果はこれだ。意外と男勝り。えいえい、